さすあってないの皆さん今回も朗読編の続きでして今回テーマに選びましたのが宮沢賢治の銀河鉄道の夜ですねその第1部を冒頭部分を読んでみたいと思いますまずはテーマ設定が学校から始まる物語ということもありますし、まあ、いろんな 星座が出てくるということでこの番組のテーマとも合ってるかなというところですね。あと、ずっと夏をテーマにした題材できてますので、これも、ね、あの夏の夜を楽しんでいただければと思います。また、過去のアーカイブの中に、あのー、風の又三郎もありますので、それも合わせて遡って楽しんでいただければと思います。では、今回もどうぞお楽しみください。 銀河鉄道の夜、宮沢賢治。1、午後の授業。では、皆さんは、そういうふうに川だと言われたり、父の流れた跡だと言われたりしていた、このぼんやりと白いものが、本当は何かご承知ですか先生は、黒板に吊るした大きな黒い星座の図の、 上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンニはまるで毎日教室でも眠く。 本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょうジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返って、 ジョバンニを見てクスッと笑いました。ジョバンニはもうドギマギして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう？やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。 先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、では、カンパネルラさんと名指ししました。するとあんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、では、よしと言いながら、 自分で星図を指しましたこのぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますともうたくさんの小さな星に見えるのですジョバンニさんそうでしょジョバンニは真っ赤になってうなずきましたけれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりましたそうだ僕は知っていたのだ ももちろんカンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちでカンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだそれどこでなくカンパネルラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて銀河というところを広げ真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を2人でいつまでも見たのでした。 それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カンパネルラともあんまり物を言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って気の毒があってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど、自分も、 カンパネルラも哀れなような気がするのでした先生はまた言いましたですからもしもこの天の川が本当に川だと考えるならその一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけですまたこれを大きな土の流れと考えるならもっと天の川とよく似ています つまりその星は皆父の中にまるで細かに浮かんでいる稚湯の球にも当たるのですそんなら何がその川の水に当たるかと言いますとそれは真空という光をある速さで伝えるもので太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのですつまりは私どもも天の川の溝の中に住んでいるわけですそして その天の川の水の中から四方を見るとちょうど水が深いほど青く見えるように天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え従って白くぼんやり見えるのですこの模型をご覧なさい先生は中にたくさんの光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズをさしました天の川の川形は、 ちょうどこんななのですこのいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立ってこのレンズの中を見渡すとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いので わずかの光る粒すなわち星しか見えないのでしょうこっちやこっちの方はガラスが厚いので光る粒すなわち星がたくさん見えその遠いのはぼーっと白く見えるというこれがつまり今日の銀河の説なのですそんならこのレンズの大きさがどれぐらいあるかまたその中のさまざまな星についてはもう時間ですから この次のの次理科の時間にお話しします。では今日はその銀河のお祭りなのですから皆さんは外へ出てよく空をご覧なさいではここまでです本やノートをおしまいなさいそして教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり本を重ねたりする音がいっぱいでしたが間もなくみんなはきちんと立って礼をすると 教室を出ました。